バスマットは足裏を拭き取るタオルであると同時に、カビを防ぐ掃除道具でもあります。何気なく使っている方も多いとは思いますが、その種類は豊富です。素材によって機能が変わるバスマットについて知れば、バスマット選びの目も変わってきますよ。ランキング形式でおすすめのバスマットを紹介していくので、ぜひ参考にしてくださいね。リストの最初の製品は、珪藻土バスマットフロマットテンスウォール。珪藻土の優れた吸水性で濡れた足裏もすぐに乾かしてくれるので、床が濡れてカビが生える心配がありません。汚れがついても水で、さっと洗って拭き取るだけで、日頃のお手入れも陰干しで済むため、手軽に綺麗に使い続けることができます。匂いの元である成分のガスを吸着する素材でもあるため、消臭効果もあります。リストの2番目の製品は、低反発バスマットエベルテックコーラルベルベット生地を使用しているため、ふかふかで柔らかい足触りで、一年中快適です。駐在に低反発素材を使っているので踏み心地も良いです。浴室や洗面所だけでなく、屋外や玄関でも使える機能性と豊富なカラーバリエーションがあるので、インテリアとして置くこともできます。次の製品は、珪藻土バスマット速乾アイリスオーマヤアイリスオーヤマ。自然素材の珪藻土を使って作られたバスマットなので、人にも環境にも優しいです。部屋の壁に立てかけて陰干しするだけで、バスマットを清潔に保つことができるので、お手入れに手間を取られたくない方におすすめのバスマットです。消臭作用があり、抗菌力の高い素材なので快適に使い続けることができます。リストの次の製品は、珪藻土バスマットお風呂マットリトルホッティーズ。即座に吸水してくれる珪藻土のバスマットです。速乾性も高いのでカビや菌の繁殖を防止し、匂いも防いでくれます。足裏の不快感をできる限りなくしてくれるだけでなく、お手入れをする必要がほとんどないため、洗濯に手間を取られることがありません。色とサイズをそれぞれ選べるようになっています。次の製品は、バスマット足拭きマットビドムス。ビドムス。濡れた足をすぐに乾かしてくれる、ふわふわなバスマットで、硬い素材は苦手という方におすすめです。裏面には、滑り止め工がされているので、いろんな世代の方が安心して使えます。カラーバリエーションも豊富なので、インテリアとしても楽しみたい方には選びがいのあるバスマットとなっています。次の製品は、カンド良好 D ナチュレバスマット丘。ふわふわな足触りを楽しみたいという方におすすめのバスマットです。丘株式会社の独自開発で作られたセニーは、吸水性が高く、足裏に拭き残りがあって、床を濡らしてしまうこともありません。おしゃれなカラーバリエーションなので、インテリアとしても優れています。リストの次の製品はサラサラ、瞬間吸水バスマットレック、置き場に合わせて、サイズを選べるバスマットで、色も4色あります。マイクロファイバーを素材としているので、ふわふわした足触りですが、吸水性が高く快適に足を拭くことができます。洗濯機で丸洗いができる仕様なので、お手入れが簡単で、清潔を保てます。次の製品は、珪藻土マットニュー足乾バスマット藤原化学。バスマットと一緒に、体重計を立てるためのスタンドを購入できるお得な、セットの商品です。珪藻土を使用したバスマットは、速乾性が高く、収納場所としてスタンドを利用することができるので、片付けも簡単です。お風呂上がりに体重計を使うという人には嬉しい商品となっています。リストの次の製品は、速乾珪藻土バスマット MJ スタイル。ピンクの可愛らしい色のバスマットです。他にも同じシリーズで、大理石の柄のものもあります。浴室のインテリアにこだわっている方におすすめで、実用性も高く、速乾性も備えています。珪藻土が素材になっているので、毎日手入れをする必要がありません。家事を
少しでも減らしたい方に嬉しい仕様となっています。次の製品は、珪藻土バスマット天馬、天馬。速乾機能の高い珪藻土のバスマットなので、いつでもサラサラな触り心地で、足裏の不快感をなくしてくれます。毎日使うものので常に清潔にしておきたいですよね。洗剤をそのままタイルにつけて、洗うことができるので、お手入れ方法が簡単で、衛生的に使えます。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に、製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。